どうも皆さんこんにちは、こんばんは、レンでございます。はい、ジャチャイツ死神の遺言でございます。はい、ね、電話がかかってきましたので出てきたいと思います。もしもし。お待たせしました、例の品完成しましたぞ。早いね。本当に早いな。では悪いのですが、店まで取りに来てくれますかな。わかった、すぐに行く。さあ行きましょう。さあ着きました。おっと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 、はい、行こうぜ、どんどん行こうぜ、どんどん行こうぜ。はい、ごめん、おーい。おや、八神氏、早かったですね。お前の仕事の早さには負けるよ。お褒めに預かり光栄ですぞ。では商品をどうぞ。イエイ。おう。コンセントに差し込み偽装するタイプのものです。受信範囲は100メートル、電波は超強力。わお。間に鉄板のような遮蔽物があっても問題なし。ビルの上の方のフロアでもクリアに聞こえるでしょ。すごいいね。そういうのが欲しかった。電源はリモコンで遠隔操作できますから、聞きたい時以外は電波の送信をオフにしてくだされ。はいはい。たとえ八神氏のような名探偵であろうと、この盗聴器を見破ることは困難でしょうね。おお。なんか一言余計だな。まあでもサンキュー、助かったよ。どういたしまして。さあ戻りましょう。事務所に帰るぞ。さあ着きましたぞ。はい、よし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 、入っていきましょう。はい、ただいまと。わお。どうも、お邪魔してます。杉浦君っていうか、無理やり連れてこられたんだけど。ごめんって。盗聴器手に入ったか。バッチリ。よし、じゃあ座れよ。はい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 、ただいま。松金組に盗聴器仕掛けろって話だよね。うん。もう話は聞いたんだな。そう。じゃあ杉浦君、説明してあげて。あのね、悪いけど無理。こっそり忍び込めったって、組事務所じゃずっと留守番いるでしょ。出入りも防犯カメラで見られてるし、挙句にもし捕まったらよくて半殺し、冗談じゃないって。だそうです。だそうですじゃないよ。どうすんだよ海藤さん。東、まあまあ怒るな。というわけで別の手を考えといた。忍び込むのが無理なら潜り込みゃいいんだ。ん？まあ聞けや。タボ、こいつに見覚えねえか。誰これ、派手なジャージ。確か松金組の。おうよ、組一番のおしゃれ大好き田代くんだ。夜だろうがグラサンを外さねえ。ところでこいつはターボーと似たような体格でな。まさか。俺に似たような体格ってまさか。もしこの田代くんがマスクでもしたら、中身がすり替わったって誰も気づかねえよな。うん、きっと気づかねえよな。グッドアイデアだね。はあ、じゃあこの田代くんに変装して潜れって。うん、まずはヤツを見つけてジャージとサングラス一式を拝借。あとは簡単だ、堂々と事務所に入って盗聴器を仕掛けまくる。なんだよ、結局俺がやんのか。よろしくお願いします。まあでもだいぶ頭使ったな海藤さん。ほら、いつか松金組に戻る日があるかもしれねえって今日までそう思ってた。ん？なんだよ急に。でもよ、親父に面と向かって逆らったんじゃもう無理だ。あそこまでしたからにはもうとことんやるまでよ。だろ？
そっか。よし、じゃあ田代くんの身ぐるみ剥いでくっか。田代くんを出発するか。どこにいるのそんなの。あ、海藤さん。あ？田代くんの居場所当てはないの？そうだな、あいつはキャバクラのしのぎをやってたから、そこに現れるかもしれんな。キャバクラ？どこの？確かエメラルドヒルズって名前だ。七福通り西の。よし、じゃあまずそこに行ってみるか。行くぞ。よし、じゃあ行きましょう。はーい、着いたよー。すみません、ちょっといい？いらっしゃいませ。お二人様でしょうか？いや、遊びに来たんじゃなくて。ここ松金組がケツ持ってる店だろ？ええ、それが何か？人を探してるんだけど、田代って人知らない？田代？ほら、いつも派手なジャージ着ててさ、夜でもグラサンしてるやつだよ。わかるだろ？あの人。そうそう、そいつだよ。知ってるじゃねえか。どこにいるかわかる？あ、さっきまでここにいたんですけどね、ちょっと面倒なお客がいまして、その人連れてどこか行っちゃいました。焼き入れか。ま、あいつにはぴったりの仕事だな。どこに連れて行った？多分天下一通りの方です。ビルの裏手にあまり人が来ない空き地があるとかで。そのくらいの知恵は働くってわけか。焼き入れんなら人気のない場所ってのは鉄則だ。何偉そうに言ってんの。よっしゃ、行ってみようぜターボー。ああ、助かったよ。いえ。今後ろの方にさ、全く動いてないサラリーマンさんいたの気づいた？超笑ったんだけど。あー、セレナの裏？やっぱり？あのな、おっさん、うちん店はおさわり厳禁なんだよ。入り口に張り紙してんだろうが。え、ですから触ってませんって。あ、嘘つくんじゃねえ。女の子から苦情が来てんだよ。いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あ？てめえは矢神。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。だ、待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に追い出してたのかどうか怪しいもんだぜ。あ、マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追い剥ぎされても文句は言えねえ。追い剥ぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？ざけんな！これいくらしたと思ってんだ？知らねえよ。けど、そんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ。こんな危険な街でよ。今すぐ脱げば痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまりウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。すごい三下っぽい。ワンツージャンゴサイ。
はい。今のラストアタック版は違いなく僕じゃなかった。おお、大丈夫、カイトさん。よし、さっさと済ましちまおうぜ、タバは。ああ、誰かに見られたらこっちがまずい。お、なんだこいつ。結構金持ってんな。財布ん中、札でパンパンだぞ。ちょっと、それに手つけたら強盗だよ。はいはい、分かってますよ。っていうか、服はいいのか？だから借りるだけって言ってるだろう。元弁護士が言うなら信じるよ。見立て通り、サイズもちょうどだな。似合ってるぜ、多忙。嬉しくないって。よし、それじゃあ盗聴器を仕掛けに松金組の事務所に向かうぞ。松金組の。あ、海藤さん、田代君のことを頼める。あ？どうするつもりだ？さすがにこの時期すっぱだかでほっとけないでしょう。お優しいことで。まあ、面が割れてんのは俺も同じだ。言っても役には立てねえし、しかだね。よろしく。ターボ、下手打つんじゃねえぞ。はい、大丈夫だって。さあ行くぜ。誰だ？もしもし。何その格好。すげえ裏。うるさいな。田代くんの服だよ。オッケー。それじゃあ松金組の事務所前で合流しよう。わかった、すぐに行く。はい、じゃあ行ってきまーす。杉浦どこいんの？杉浦くんどこいんの？いねえじゃん、あいつ。あ？あ、いた。お、デブ。杉浦、待たせたな。おい、杉浦？人違いじゃないですか？笑っちゃう。おい、ごらん。ふざけんなよ。だってしょうがないじゃん。その格好は想像以上に破壊力すごいよ。お前が潜入したっていいんだぞ。ごめんごめん。とにかく変装はバッチリだね。ああ、さっさと済ませよう。八神さんが事務所の中に盗聴器を仕掛けたら、こっちですぐモニターするから、設置が終わったらすぐに脱出していいよ。 OK、 分かった。それじゃ準備はいいね。問題ない。ああ、問題ない。やっぱ目元だけでもやっぱ木村拓哉って分かるね。お前マジで覚えとけよ。問題ない、行こうか。はい、じゃあオーブかな。失礼します。はい、すいませんね。お、相変わらず生かしてますね。今度俺にもいい店教えてくださいよ。任せな。猫ちゃんがいっぱいいるお店を教えてやら。おう、田代か。エメラルドヒルズの揉め事ちゃんと解決したのか？まあ今は八神の件で組中が大変なんだ。それくらいはお前らで片付けてくんねえとな。任せなさい。あ、あ、そうだ、お前ちょっと留守番しててくれ。了解。コンビニ行ってくるわ。5分くらいで戻るからよ。5分ね。 OK。 ですよね、知ってた。コンセント、壁際、にゃんこがいる。ちょっと待て。怪しいな。にゃんこ探したいけど、そんな余裕はない。これは。オッケー、小姫か。どうなってんだこれ。怪しいな。
他のコンセント、あと1箇所あこれは OK、 あとはにゃんこ、にゃんこ、にゃんこ泣いて、あわかるくわ。3箇所探すってさ、ん、これ調べたよね。あともう1箇所は、あともう1箇所、え、何それ、私聞いてない、え、おう、おう、だからどこだ、いや、これ調べた、コンセント、あ、いたわ、こんなもんか、いや、ちょっとしまい、おやすさんの部屋ね、はい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 、失礼するっすよ、あ、あったあった、なんだ、ん、これはちょっと近寄らないとダメだ、ん、オッケー、調べ、うわー、もろ、もしもし、こちら八神、聞こえてるか、大丈夫、拾えてるよ、早くそこから抜け出して、了解、よし、八神とか言っちゃダメだよ、いいよ、留守番といえどしっかり田代って言わないと、田代、おい田代、お前何してんだ、親父の部屋勝手に入るんじゃねえよ、何かあったら当番の俺の責任になっちまうだろうが、ごめんなさい、おい、なんとか言えよ、こら、しかとこいてんじゃねえぞ、てめえは八神、バレたー、あーあーああ、バレちゃったか、そっちからぶっ殺されに来るとはいい度胸だな、うん、貸して返すな、やっちめえ、ドスは持ってダメよ、お兄さんに渡しましょうね、志村後ろ、いや、殴ったね、親父にも殴られたことないのに、何回か殴られてるわ、親父と多分親父さんにめっさ殴られてるって逃げられると思うね、これでてめえはおしまいだ、ちょ、待てよ、それ銃刀法違反でしょ、やかましい、方針入だろうが、あ、くそ、どうすりゃいいんだ、な、停電か、チャンス、杉浦くんナイス、多分危なかったね、八神さん、さっきの停電お前の仕業か、盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね、とっさにビルのブレーカーを落としたんだ、そっか、助かったよ、もたもたしてたら応援が来るかも、早くこっから離れよう、ああ、ニッケロ、もう大丈夫だ、盗聴器はちゃんと動いてるか、ちょっと待った、そのイヤホンで盗聴、そう、大丈夫、ちゃんと動いてる、お、早速組員がどこかに電話してる、やったね、電話の相手羽村だ、今の騒ぎを報告してる、羽村の居場所はわかるか、ちょっと待って、ん、長藩って長藩博打、
カムロ町の賭場みたい。でも超反爆士の賭場ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。賭場の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほどね。となるとあとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった。ありがとな、助かったよ。ナイス杉浦君。はーい、ということでちょっと短いですが今回はこの辺で失礼したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございましたね。また次の動画で、チャンネル登録まだ済んでない方、ぜひぜひチャンネル登録してください。他にもいろいろ動画ありますので見てみてくださいといったところで失礼します。またバイチャ。